皆様こんにちは、こんばんは、ふうです。本日は、DIY の、ものをちょっと紹介したいと思います。決してうまくはないんですが、今回は、私いろんな方の動画をちょっと参考にさせていただいて、お裾分けファイルを作ってみました。今結構、作られて、でこう交換便とかでされている方多いと思うんですけど、まあ、交換じゃなくても、なんかちょっとファイルを作ってみたくて、で、普段、プリパラとか、アイカツとか、あと、ラブライブ関係とかで、取引してるのに、なんかちょっと使わせてもらったり、まあ、運が良ければ、まあ、そういうお裾分けファイルみたいなのも、交換便とかも、できたらなと思って、ちょっと試作なので本当に下手くそなんですけど、ちょっとこんな感じで作ったよということでご報告で、紹介したいと思います。ちょっとツイッターで一回上げたのよりはまたちょっと、まあ、いろいろ直したりして、まあ自分で使うようなので、まあちょっといろいろ直してみたりしてみたんですけど、今回は A4 ファイルで、 A4 ファイルじゃない A4 の封筒のサイズで作ってみました。こんな感じで、作って、まあこれは、紐で閉じようかなと思ったので、あえて、蓋とかはちょっと作ってないんですが、まあこんな感じで、作りまして、で、一応こっち側はポケット、で、ここも、ポケットで、まあこれはちょっと中拍子的な感じで、で、両面に一応ポケット、で、ここも入りますね。で、こっちは、ポリなので、ポリじゃないな。ラッピング袋を使って、はい、作ってみました。一応、ここに、ポケットとして入ります。そして、これもちょっと、まあ、表紙というか、こう、ちょっとポスターカードを貼ってみて、で、こちらもポケット、で、ポケット、ポケット。で、こっちも、一応入るようにはなっていて、まあ、裏面、こんな感じで、ちょっと今回は作ってみました。購入品とかは後で、こちらに使ったものも合わせて紹介しようかなと思ってるんですけど、まあこちら試作なのでもう少し改良したりして、いろんなパターンを作ってみたいなっていうのはあります。あとはポケットレターとかもちょっと最近、興味があって作ったりしているので、まあいつか、交換ができたら嬉しいなって思っています。はい。ゆくゆくはちょっと企画で、こちらに、なんか、そのプリパラとか、アイカツとか、ラブライブとか、ちょっと詰めて、お送りしてみようかなっていう思いもあるので、もしなんかいろいろこうした方がいいよとか、あれば、ぜひ教えてください。めっちゃピンボケしてる。ピントが合わない。すいません。はい。ということで、今回は DIY を紹介しました。はい。本当に下手くそね。申し訳ないです。ぜひ、なんかアドバイスとかあったら教えてください。最後までご視聴していただきありがとうございました。